皆さんどうも、マキユです。今回はね、今イベントのおすすめ周回ステージをね、紹介していこうかと思います。まずはね、初心者さんだったり、即打ちのね、キャラが全然いないよって人は、まあ、いつも通りになるんですけどね、1ステージ、ここがね、HP 一番ね、少ないステージになるんで、ここでね、適当にまあ、デカプリとかね、タップしてあげて、高速周回ね、してあげるのがいいかなと。まあ、基本はいつも通りだね、初心者さんの周回ステージとしてはね。で、この後は、ま、即打ちのね、キャラがいるよって人で、不動魔とかね、そこら辺、ま、汚れとかね、そういうのを打って倒せよって人はね、まあ、いろんなさ、たくさんのワンパンできるステージがいるんだけど、どこがいいんだろうって迷ってる人がいると思うんですけど、まずね、一番ね、おすすめのステージは30ね、もう結構みんなの意見も聞いた感じで、33ステがね、いいんじゃないかなと。ここがね、かなりね、敵の倒れるスピードが速くて、まあ、敵一体ステージってことでね、不動魔でパパッとワンパンしてあげることができるんで、ここがね、二端末周回の場合はね、かなりおすすめかなと。自分ね、二端末するときは33でいいかなと思ってるんだけど、一端末のときは、個人的には45でやってますね。なぜかっていうと、ここね、一端末のときってリザルト画面ね、基本カットせずタスク飛ばさずね、やってる人が多いと思うんで、星ね、ここ一つしか基本取ってない人が多いと思うんで、星のね、演出が短くなるから、一端末のときは45でやってて、まあ、基本ね、二端末からガチれるよって人はね、33がいいかなと。ちょっと個人的な意見も入ってるけど、ここがね、基本おすすめになるし、まあ、でも、今言ったように、1端末でね、33捨ては、星3つ取っちゃってたらそこまでおすすめできないかも。まあ、人によってはここ星1つって人はね、一番いいんだけど、まあ、基本これはもう取っちゃってるよね。うん、全員取っちゃってそうだから、星ね、今3つ取ってても2端末って人はね、とりあえず33捨てがおすすめになるかなと。だから基本は33だったりね、45がね、今イベントの、まあ、おすすめ集計ステージになるかなと。まあ、あとはね、ガチ勢さんとか、まあ、レア書ね、集めたいよーって人はね、この福利優のブラックサンタかな。ここ2パン集会できるんで、ここのね、集会も、まあ、おすすめになるかなと。まあ、そんな感じかな。自分は一旦ね、基本45か33でね、場合によって分けて集会してるって感じですね。まあ、みんなのさ、集会ステージとかね、ここのステージもおすすめですよっていうのもね、良ければコメント欄で教えてくれればいいかと思います。はい、というわけでね、今回の動画は以上になります。良ければ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。